あ、エルナンさん。あ、エステルお姉ちゃん。やあ、エステル君。先日顔を合わせて以来だな。あれれ、シード中佐じゃない。なるほど、軍の担当者というのはあなたのことだったのね。レイストン要塞からこちらに。ああ、その通りだ。つい先ほど警備艇でオートに到着したばかりでね。そうなんだ。ちょうど私たちも仕事から戻ってきたんだけど。おや、そちらのお嬢さんはひょっとして例の。あ、うん、そうなのよ。ちょっと事情があって連れてきちゃったんだけど。レンちゃん、お姉さんたち少し話があるから2階で待っててくれないかな。あら、ひょっとしてお仕事の話？あ、うん、ごめんね。別にいいけど。お仕事お仕事ってまるでパパみたいな感じ。レン、そういうのあんまり好きじゃないわ。レンちゃんって言ったかな、私と一緒におしゃべりでもしない？私、レンちゃんのこといろいろと知りたいな。あなたと？そうね。えへへ、ありがとう。それじゃあお姉ちゃん、私たち2階で待ってるね。はぁ、助かっちゃったわ。どういう事情かは後ほど聞くとしましょうか。まずはシード中佐の話を先に聞いていただけますか？あ、うん、いいわよ。早速聞かせていただくわ。すまない、こちらも急ぎなものでね。まずこの話は王国軍からの正式な依頼と考えてもらいたい。君たちにある件の調査と情報収集をお願いしたいんだ。ある件の調査？不戦条約は知っているね。実はその条約締結を妨害しようとする脅迫状が各方面に届けられたんだ。脅迫状？それは穏やかではありませんね。一体どんな内容なんですか？これをご覧ください。うわ、なるほど、脅迫状ね。内容はこれだけなの？ああ、これだけだ。そしてお気づきのように差出人の名前も書かれていない。正直いたずらの可能性が一番高いと思われるんだが。単なるいたずらとは思えない気がかりな要素がある、そういうわけだね。ああ、脅迫文が届けられた場所だ。まずはレイストン要塞の司令部、続いて飛行船公社、グランセル大聖堂、ホテルローエンバウム、リベール通信社、そして帝国大使館、共和国大使館、グランセル城、エルベリキュー、全部で9カ所だ。そんなに？なるほど、ただのいたずらにしちゃ大規模だな。軍が気にするのも無理はない。しかし飛行船公社に七曜教会、ホテルにリベール通信か。一見条約締結とは関係なさそうなところに見えるわね。ところが厳密に言うと全く関係がないわけじゃない。
まず飛行船公社は帝国共和国関係者を送迎するチャーター便を出す予定でね。同じくホテルもすでに関係者の宿泊予約が入っている状況だ。さらに大聖堂のカラント大司教は女王陛下から条約締結の見届け役を依頼されているそうだし、リベール通信は不戦条約に関する特集記事を数号前から連載している。どこも何らかの形で条約に関わっているってことね。一体何者の仕業なのかしら。これは一筋縄ではいかないね。国際条約である以上、妨害しようとする容疑者はいろいろと考えられるだろう。そうだな。共和国か帝国の主戦派、もしくは三国の協力を歓迎しない全く別の国家の仕業か。もちろん王国内にも容疑者は存在すると思います。そして最悪の可能性が結社ね。それで軍としては私たちに何を調べると？君たちにお願いしたいのは他でもない、脅迫状が届けられた各所で聞き込み調査をしてほしいんだ。具体的にはエルベリ宮とレイストン要塞を除いた7カ所だ。飛行船公社、グランセル大聖堂、ホテルローエンバウム、リベール通信社、帝国大使館、共和国大使館、そしてグランセル城ですね。どこも制服軍人が立ち寄ると目立ちそうな場所だね。情報部を失った今、聞き込みをギルドに頼るのも無理はないかな。恥ずかしながらご指摘の通りだ。そして新しい司令官殿の方針でギルドに回せそうな仕事は片っ端から回せとのことでね。それを実践させてもらったよ。まったくもう父さんも調子いいわね。まあまあ、これも先生の信頼の証よ。君たちに依頼したのはあくまで私の一存さ。この度条約調印式までの王都周辺の警備を一任されてね。警備体制を整えるためにはなるべく多くの情報が欲しいんだ。どうか引き受けてもらえないかな。引き受けたいのは山々なんだけど、もう一つ片付けなくちゃいけない事件が起きちゃって。先ほどのお嬢さんの件ですね。かいつまんで説明していただけませんか？なるほど、確かにそれは放っておけないな。しかしあんな年端もいかない子供を置き去りにするとは。前にその親御さんと少し話したことがあるんだけど、とっても真面目そうで娘思いのご両親って感じだったわ。何かのっぴきならない事情があると思うんだけど。そうですね。何かの事件と関わって娘さんを巻き込まないようにしたのかもしれません。しかしそれでしたら一石二鳥かもしれませんよ。え？どうやら蓮さんのご両親は外国人でいらっしゃるようです。なら大使館やホテルなどに問い合わせた方がいいでしょうね。ああ、なるほど。どちらも脅迫状が届けられた場所ってわけね。飛行船公社にも乗船記録があるはずよ。王国軍も各地に通達を回して親御さんの捜索に協力しよう。関所を通ったのなら分かるはずだ。ありがとう、シード中佐。どうやらこのまま話を進めても良さそうですね。具体的な調査方法と分担はこちらに任せていただくとして、やはり調査結果の報告は文書と口頭がよろしいですか？ああ、盗聴を避けるためにも動力通信は使わないでほしい。
実は本日からエルベリ宮に警備本部が置かれる予定でね。ご足労かとは思うが、そちらにお願いできるかな。うん、わかった。それじゃあ調査結果の方はエルベリ宮に直接届けるわね。よろしく頼むよ。それじゃあ私たちちょっと出かけてくるわ。リータ、ベンちゃん、悪いけどお留守番頼むわね。それなんだけど、ベンはリータと一緒にお買い物に行くことにしたわ。え？ごめんねお姉ちゃん、ベンちゃんがどうしても百貨店に行きたいらしくて。あら心外ね。もぬいぐるみとか見てみたいって言ってたじゃない。レンちゃんだろ。いつレンちゃんのパパたちの情報が入るかわからないから待っててほしいんだけど。じーじー、うダブルでその目はずるいわよ。いいんじゃないの。リータちゃんがついていれば買い物くらい大丈夫よ。それもそっか。リータ、レンちゃん、私たちも夕方には戻るから、それまでには戻ってきなさいよ。それとオートは広いから迷子にならないよう気をつけるように。またね。すぐに仲良くなっちゃったみたいですね。うん、さすがに年齢が近いだけはあるわね。でもレンちゃんとティータの組み合わせか、微妙に不安なコンビね。あら、どうしてですか？いや、だってティータって押しに弱そうだし、レンちゃんにいろいろと振り回されそうな気がしない？確かに。そういえばエルナンさん、あの子の両親の名前はちゃんと聞き出せたの？ええ、なんとか。クロスベル自治州に住む貿易商のご夫妻のようですね。名前はハロルド・ヘイバーズとソフィア・ヘイバーズだそうです。クロスベルの貿易商、ハロルド&ソフィア夫妻と。うん、手帳にメモしたわ。こちらも OK よ。脅迫状の調査と合わせて聞き込みを始めるとしますか。打ち合わせ通り、エステルさんは帝国共和国大使館とグランセル城、リベール通信を当たってください。各大使館についてはジンさん、オリビエさんに協力をお願いします。ふん、任せたまえ。要するに大使さんに紹介すりゃいいわけだな。グランセル城については殿下よろしくお願いします。エステルさんに然るべき方を紹介してあげてください。はい、わかりました。リベール通信は言うまでもなくエステルさん自身が一番の適任ですね。うん、ナイアルに聞いてみるわ。残りの大聖堂、飛行船公社、ホテルローエンバウムですが、シェラザードさんにまとめて調査をお願いします。ええ、その方が効率がいいでしょう。それじゃレッツゴー。さてと、聞き込みを始めますか。どこから行こうか。どこからでもいいだろう。カルバード大使館だったら
俺はフリーパスになっている。すぐにお前さんたちを大使に紹介してやれるはずだ。僕はエレボニア大使館だね。門番の兵士に取り次げば丁重に案内してくれるはずさ。グランセル城でしたら私がいればそのまま入れます。おばあ様に相談してみるのが一番いいかもしれませんね。リベール通信も特に問題なさそうだし、まあいいわ。片っ端から訪ねてみることにしましょう。街の外に用はないわね。手っ取り早く聞き込みを済ませましょう。
Thank you.
どうしたの？私はちょうど今から校舎に聞き込みを行うところよ。あなたたちがここにいるってことは大使館から調べるつもりかしら。しっかり頼んだわよ。Thank you.
ちゃんをよろしく頼むわね。うん、任せて。レンちゃんと一緒に行きたいとこがいっぱいあるの。そうなんだ。くれ、はーい。お姉ちゃんもお仕事頑張ってね。レンちゃん、ここにいたんだ。あら、お姉さん。ねえ、お姉さんはどのぬいぐるみがいいと思う？そうね、そこのウサギなんて可愛いと思うけど。本当に？奇遇ね。レンもウサギさんが一番可愛いと思うわ。ぬいぐるみを見るとアネラスさんを思い出すわね。今頃どうしてるかな。アネラスさん、私と同じ遊撃士なんだけど、ぬいぐるみが大好きなお姉さんよ。きっとレンちゃんと気が合うんじゃないかな。そのお姉さんに会える？今は仕事でオートにいないけど、そのうち会えるかもしれないわ。そのうちっていつ？明日？それとも明後日？ちょっとわからないかな。へえ、つまらないの。お買い物が終わったら他の場所にも遊びに行ってみたいわ。ティータにいろいろ案内してもらうのよ。
ー